週刊ニャンニャン始まるよということで、ニャンニャンチャンネルもっこ大佐とキャベ太郎です。はい、このコンテンツでは1週間の裏レッズとサッカーに関わる話題を2人で話していこうというコーナーでございます。毎週火曜日19時更新になっていますので、最近どんより、気持ちもどんよりという方、そんな方は週の中頃にこれ聞いて少しでもスマイル、笑顔になっていただければと思います。はい、でね、コメント募集もう一度かけさせていただきます。先週のコメントありがとうございました。この後ね、コンテンツで出てきますので、今週はですね、パリ・サンジェルマン戦で限定ユニフォームを着用したことが話題になりましたね、浦和レッズ。限定ユニフォーム自体が、まあ、浦和にとってはレアな存在ではあるんですが、今までのね、歴代のユニフォームの中で、皆様が一番好きなユニフォームは何ですかというところで、質問をかけさせていただきます。難しい、ね。で、別に当然、レッズじゃなくてもいいですよ。確かに日本代表のさ、昔の炎マークのやつとか、結構かっこいいよね。あれいつなんだろう、98年とか。 あれ98年だね。いや、ああいうの好きな人、いや、なんか最近ちょっと実は見ちゃってんだよね。そのヴィンテージ的なものをさ持ってるとお前いつも 見せつけてくるじゃん、はいはい、なんか、いや、そんなことないし、お前の持ってるメキシコのやつ、あれ俺好きだ。あれメキシコ行った時もらったの。94年のやつじゃないかな。でもあのマークずっと入ってるね、メキシコって。あの顔のマークっていうか、なんか、なんかあるんだろうね。ちょっと歴史詳しくないけど。でもこれ見たよ、レッツのさ、今回のパリ・サンジェルマンのやつ、確か2万円じゃなかった。高い、高いよね。もうちょっと抑えていただけませんかね。しかも多分あれだよな、その別注っていうだけで、なんかこうフォーマットは特殊なものじゃないし、なんかこうオーセンティックっていう感じでもなかったから、なんか原価はそれほどなんじゃないかなってちょっと思っちゃったけど、ね、なんか説明のところになんか 線が入ってんのがポイントですみたいな感じで書いてあったけど、どうして線が入ってんのかとかもよく分かんなかった。はい、ということでね、限定悪いユニフォームの悪口はそこまでだよ。すいません、はい、ということで、今週のコメントは、皆様の好きなユニフォームは何でっていうことですね。はい、じゃあ、続いてですね、じゃあ早速いきますよ、本編に入っていきます。はい、クイズ俺たちの長谷部誠です。はい、今回は現フランクフルトに所属する長谷部選手です。2002年から2007年まで在籍した長谷部選手、浦和の黄金期をもちろん支えました。そして日本代表、さらにはドイツのレジェンドになり、今も伝説を作り続けている長谷部選手、そんな長谷部選手ですね、2004年のジュビロ戦、あのドリブルからのゴールは今でも皆さん鮮明に覚えてると思います。で、そんな長谷部選手は藤枝東高校出身、藤枝東高校は文武両道で有名でございます。で、高校2年時から長谷部選手試合に出場していたものを、監督曰く目立つ印象はなかったということでした。ただ当時の浦和のスカウトの方がね、あの藤枝東の縁もあって、基本プレーの堅実性が評価されて裏から打診があったっていう話です、はい、でね、ただ監督はすぐにはその話があったっていうところを、長谷部選手には言わなかったそうで、長谷部選手は進路希望表を出しています。はい、そこで問題です。絶対的キャプテン、心が整っている長谷部選手、進路希望表に書いた進学先はどこでしょう。 AThe End of Love College、 B 男は黙って筑波大、 C、なんだ、あ、そう、教職を取りたいし、東京学芸大、D おしゃんだもん青学。はい、この4つの中、長谷部選手はどこの大学を選択、チョイスしたでしょうかという問題です。はい、これね、答えは動画の最後にもう一度出しますので、1時間考え続けてください。はい、長谷部誠心が整ってるのよ。心が整ってるし、リーダーシップ、強烈なリーダーシップを持ってる。ね、もうそんなの選択肢は、ね、限られてくるでしょう。ね、正直。これはね、いや、わかんないでしょう。はい、まあいい。うれしそうだ。そう、ね、ちょっともう調子乗っちゃった。俺、テンション上がっちゃって、長谷部誠って聞いて。いいから、もうパリ・サンジェルマン行こうよ。
どういうこと？あ、そうです。ごめんなさい。はい、本日のコンテンツはパリ・サンジェルマン戦の振り返り、フランクフルト戦決定、で3つ目にコメント読みのコーナーですね。で4つ目に、国立競技場のお話、で5つ目に、E1 選手権のお話っていう、まあ、5つの話をしていこうかと思います。でじゃあまず第1つ目ですね、パリ・サンジェルマン戦の、感想ですね。経験と失われたものということで、特別なユニフォームに身を包んで行われた7月23日のパリ・サンジェルマン戦、6万1175人という大観衆で行われました。でこの後、まあね、客入りっていうのは裏としては2006年のガンバ大阪戦、6万2241人が最大なので、なんとか守りました J の威厳を。試合はね、3対0でパリ・サンジェルマンが勝利するものの、対する裏も全くチャンスが作れなかったっていうわけではなくて、決めきれなかったもののチャンスは作れておりました。で、試合の経過の方を入れていきますと、まあ、サラビア選手の強烈ミドルで16分にパリ・サンジェルマンが先制に成功。でそして35分には美しい個人技も、なんだろうな、もうエムバペ選手がね、角度のないところが似合うプチ抜くっていうね、もうもう全てが詰まってたあのゴール、はい。で後半に入るとサイドをスルーパスで攻略されて、カリムエンド選手が押し込み3点目、このままゲームは終わり、選手は貴重な時間を過ごしていたことでしょうとか言ってる場合じゃないんですよ。リンセンが怪我したくさいよということで、あのトピックスを触れていきますと、守備の落ち着き半端ねえ、パリ・サンジェルマンクラスのワールドクラスですね。やっぱり裏を取られても終わりじゃねえと、でナバス・ヤバスってことで、ナバス・ヤバスってことでね、あの、まあ、日本代表もね、あの苦戦することでしょう。もうすごいです。なんかなんだろうな、本来届かない1メーター先ぐらいまでが守備範囲なんじゃないかっていう感覚だよね。まあその前のね、フロンターレ戦の誰だっけ、ナバス選手だった。まあとにかくナバス選手はすごかったです。はい、でね、あのただ浦和のね、 あれは俺たちのニエカワ、戦えるぞっていうことが分かりました。もう俺たちのニエカワ、もうね、ひときわでかいよね、やっぱ、画面で見ても、大規定でございます。そしてこれ、リンセン負傷交代、ハムっていうところでですね。はい、で5つ目ね、あのいつもは4つで終わりなんですけど、今回5つ目加えてます。フロンターレ戦の話もあって、あ、J の常識を超える狂気乱入、一体何が面白いのでしょうか。あの観客席が沸くのも意味不明です。はい、なるほど。ということで、5つの、内容をトピックスとして取り上げました。キャベツさんどうよ。いや、この守備だけじゃないよね、なんか落ち着きっていうか余裕だよね、なんかさ、スピードの入れるところとかも、なんかもう、まあ、フレンドリーマッチだからなんか全部集中してる感じにも見えないんだけど、やっぱなんかピッて全部がオンになる瞬間があるし、なんかちょっとカウンター入りそうなっていうシーンはあったね。でもレッツマーね、こう、シュートまで終われなくてパリ・サンジェルマンが、そこからこうカウンターでいけるっていうところは、まあレッツにとってポジティブな部分だったと思うんだけど、まあ全体的に見るとやっぱりなんかやっぱりこう 80% ぐらいの余裕で持ってやられて、なんか好き勝手やられたなっていう感じはやっぱりあるかな。だしあれだよね、3点目、向こうの3点目なんて特にそうだよね、パス1本で、でそのパス、まあ、スイッチじゃないけど、もう全体的にこう連動して動いて、もうその一瞬ワンプレーで、まあ、決めちゃうっていうところがやっぱりあるよね。こうしつこくしつこくパスを出し入れしてっていうわけじゃなくてね、なんていうかこうゆったりやっていく中で急にそうスイッチが入る、この緩急っていうか、っていうところはやっぱり、まあね、これフレンドリーマッチだから、その本気度っていうのは分からないけども、やっぱああいったプレーとかっていうのはすごく参考になるし、あのいい刺激になったんじゃないかなと思います。見てるね、子供たちも。なんかそこの崩し方なんてさ、川崎がうまいなって J リーグ見てると思うけどさ、比じゃないよね、なんかなんでこんな簡単にやるんだって思うし、やっぱレッツの選手はプレッシャーかかってるから、やっぱりちょっとでも遅れたらっていう思いがあって
こう前に出ちゃう、うん、それで裏取られるみたいな、もうなんかどっちが行っても行かなくてもダメじゃんみたいな、うん、なんかそういう感じがで、うんね、あるよね、やっぱヨーロッパのトップクラス、うん、いや厳しかった、ね、なんかね、うん、最近のほら J リーグってそのスプリントだったり走行距離ってすぐに出てきてさ、うん、あのすごく評価されるってだったり、こうデュエルの強さとかってところがさ、まあ、なんか最近取り立たされてるけどさ、その走る量もう当然あの評価の一つなんだろうけど、うん、もう走らない動かないだけど、うん、その緩急スイッチを入れるだったり、うん、その切り替えってところで一瞬のスピードで決めるっていうところは、うん、やっぱこう本に立ち返って別にね走らなくて勝てるならそれでもいいしね、うん、そうそうそう、なんかちょっとなんかこう思うところがあった、うん、いや特にフォワード陣だよ、特にフォワード陣がさ、はい、だから、うん、やっぱり、うん、いや日本人の良さなんだと思うけど、あの組織だった守備っていうのは、これワールドカップでやるのもやっぱり武器になってるとは思うのよ。いやで相手のチームは一番嫌なのはやっぱ組織的な守備、そのローを辞さないその守備っていうのがなんだとは思うんだよね、日本人の特性としては。ただやっぱフォワードの人に、うちも今そうじゃん、ウイングの人とかに守備がすごく負担が大きくない、うん、そのウイングって言ってるけど結局はあのワントップでこう3枚したっていう形にもやっぱ見えるし、なんかそこのウイングなのかサイドハーフっていうか その下なのかの違いって結局守備の負担だと思うんだよね。だからそこがやっぱりなんかちょっと好き勝手やらせてあげるっていうのはレッツがどうのこうのじゃないけなくて、ちょっと他人任せにしちゃうとあれだけど、なんかそういうチームも欲しいなとは思っちゃうな、 J リーグの中で。そうね、なんかさ、意外にって言ったら悪いんだけど、モーベルグ選手結構守備頑張ってるよね。相手にとって脅威になってるかっていうとそうでもないけど、結構下がって守備するからさ、うん、なんかもうちょっとその守備のねタスクってっていうところはもう少しこの分配を考えた方がいいのかなって思いますね、うん、キャベツの言う通り、まあ、明らかに取れないやつとかもあるじゃん、なんか、うん、そういう時のなんかこの、はいはいはい、悪く言ったらさ、もうなんかこう申し訳程度のっていうか、なんかこうダラダラした守備って言われるんだけど、もうそういうのでもなんか許しちゃって点取らないところがお前の罰だよみたいな、お前がダメなとこだよっていう方にもっといい行くっていうのがやっぱりちょっと理想かな。実際試合見てると変わっちゃうかもしれないけど、うん、うん、確かに、うん、まあでも他の選手見てても、はい、このちょっとトピックには外れちゃうかもしれないけど、うん、やっぱり国際経験少ない選手はちょっとこの伸びてくる感じ、うん、足がだいつも通ってるパスがやっぱりカットされるみたいな感覚は試合始まってからずっとあったと思うんだけど、それを結構繰り返す人が多かったかなっていうのが気になってるところで、結構俺の考えの中でやっぱ移籍とかもそうだけど、移籍してすぐその場に順応してあのそのレベルでできるっていうのはすごくそのスキルだけじゃない、すごく大事なサッカー選手としてのスポーツ選手としての能力だと思ってて、まあやっぱ1試合の中でも徐々に慣れてほしかった、そこはちょっと残念な部分ではあった、うん、ただあれだね、やっぱ貴重な経験ができたということは変わりないかなっていう感じですかね。だね、まあ、選手はもう俺たちが見てる以上にのものを何か感じてるはずだよね。でどう、他気になることある？こんな、やっぱニエカワチャンスじゃない、あのプレビュー動画にも触れたけど、確かにね、体がでかい、ね、胸板もでかいし、うん、なんか安定してるように見えるんだよね、うん、でこれ いつもレッツのゴールキーパーの話になるとさ、うん、西川選手かザイオン選手に はいはいはい、なるじゃない、うん、でそこの2択なんだけど、うん、ニエカワ選手っていうのは今後どうなっていくのかなっていうのはちょっと個人的に気になってるところで、その西川選手がね、うん、やっぱまあ年齢的なところもあって、まあ 5年後40っていうところになったら少なくともまあ衰えが見えるとは思うんだけど、そこまでこの新江川選手をチームは抱えて
第二ゴールキーパーとして抱え続けていくのか、それともニエカワ選手はあわよくば J1 の他クラブでもできる可能性はあるんじゃないかなって思うんだよね。いや俺もったいないと思うな。あのサイズがあって、反応もいいしさ、その浦和はね今このやっぱこうレベルの高いゴールたくさんいるっていうことで厳しいんだろうけど、なんか本当に新川選手が今どんな気持ちで今この浦和レッズに所属しているかってところが気にはなるんだけど、あの今年齢もいい感じだしさ、なんかかわいそうって言い方が違うのかもしれないけど、ちょっともう少しなんかじゃあこれあれだ、岩田から移籍だったっけ新川選手は。で水戸に行ってフルシーズン出れるようになって浦和だね。そっか、うん、いや契約内容がよっぽどいいとかじゃないと、この場所に入ってくるっていうのを甘んじて受け入れる選手ではないように思うんだけどな。そうね、だから少なくともさ、はいこれがうちの第3ゴールキーパーですってこんな感じか、背中をさたきこんな感じかな。なんかあんな実力者が出たらビビるよね。いやでけえし反応いいし、いやもったいない、もうスタメン奪うほどに頑張ってほしいな宮川選手も。これね、いや難しいけど、ちょっと札幌の状況とちょっと似てんだよね。第1ゴールキーパーが菅野選手、大二郎で、まあ第2ゴールキーパーって言っていいのかな、大二郎、いや小次郎だけどね、そうだね、俺らが勝手に大二郎だよね。がいて、まあその中間にねレッツユース出身の大谷選手が今入ってて、ちょっと似てるかなっていう感じもあるんだけど、いやゴールキーパーの人事は難しいっすよ。でやっぱゴールキーパーってさ、やっぱ、まあ、結局のところサイズに勝るものってないじゃなくて、俺もサイズの大きさってやっぱ重要な要素なことは否定できないと思う、それからすると新川選手って貴重な存在だから、浦和レッズだけがサッカー界全体見ても、ね、だからちょっとこういった選手が活躍していかないと、ちょっと日本サッカーの未来っていう意味でもちょっと慣れますよ、新川選手代表にだって、まだ分かんないですよ、頑張ってほしいです本当に、で臨戦で一番は臨戦なんだろう。もう俺見た瞬間頭抱えちゃってさ、お臨戦来たと思って、おナイスヒールやっぱやるねみたいな風に思ったら、あーってもうその後のもうこけたところでもうあこれはハムやったなって思った俺は。ちょっとだからただまあねえ、でもちょっと筋肉系もこう癖になっちゃう部分もあるし、ちょっと無理はさせられないんだけど、これぐらいの離脱になるのか。でもこれもう本当シーズンに間に合わなかったらもう何だったんだろうってなっちゃうし。いやでもそこまで長くないんじゃねえか、やっぱり4週間から6週間だよね。軽かったら4週間ぐらいで帰ってくる場合もあるけど、ちょっと痛み抱えながらになる可能性もあるから、昔そういえばあれはね、トゥーリオがなんか肉離れした後、なんか結構早く帰ってきた思い出がなんとなくあるんだよな。あはいはい、はい、ちょっと肉離れ癖あったよねトゥーリオ。いや31歳って年齢も考えるとね、そうだよね、最低6かなやっぱりね、ただあのリンセン選手こんなんだっけ、マスタードを塗るとかなんとかだからちょっと早く治るかもしれない。そう期待します。そうなの。いやでも下手したらあれだよね、ユンカーの方が早いかもね。ああそうだね。もう。いやだからちょっとまあユンカー選手もまあそろそろ8月中に戻ってこれればって考えて、でユンカー選手がまた活躍してる間にリンセン選手が復活してっていうところで、最終形態。の裏側がね、あの秋頃に見られればいいかな、長い目で見て思います。9月になってからかな。そうだね。いやー本当でも本当にもう頭を抱えたって、もうその文字通りそのままだ。はい。
ということでパリ・サンジェルマン戦なんですけど、はい、まあ乱入はまあそんな触れることないからな。あ、そう。どこの文化なの日本じゃねえよ。俺でも最近見てて思うけど、なんか、うん、いやまあなんかもう信じられない非道みたいな扱いになってないよね、うん、乱入。これ結構どこのチームってか、どのスポーツでもそうかもしれないけど、うん、でなんか選手もピュアにいい人もいると思うけど、うん、なんかこうちょっとポイント稼ぎ的なのもあるんじゃねってちょっと思っちゃう俺がいるのよ、自分がいて。それはだから警備員に抑え込まれる、はい、ちょっとこう押しつぶされるとかってなると、うん、やめてあげて優しくしてあげてみたいなことをして、こう他のファンサポーターからなんか何々選手はもうファンのファンをとても愛してるんだみたいので、うん、こう行くみたいな一連の流れがなんか社会の中でできつつあるなって思ってて。うーん、ちょっとだからそうそう、あのサインしちゃったりね、そのユニフォームあげちゃったり、あ、練習のやつ、ほうか、はいはいはい。でもさ、俺あの乱入っていう行為に対して大人も子供も俺関係ないと思う。てかもうそもそもスタジアムに入ってる時点でそんなにその、まあ、とても貧しい子供ですってわけじゃないじゃん、そもそもね。まあね、なんか、うん、ずれてんなと思う、そのこの件。でも日本人がそんなにあれだと思う、はい、そうそうそう、そこ日本人がっていう話で、例えば、うん、まあなんかアフリカの国とか東南アジアの国とか、うん、そういう国に興行で行きました、うん、でなんか囲まれてわちゃわちゃなりましたっていうのとか見ると、うん、まあそういうこともあるのかなって思わない、うん、まあね、まあね、なんか日本人ってやっぱりこれ誇るべきことなんだろうとは思うんだけど、なんかみんな倫理観が高いって勘違いしてるような気がしてて、あ、はい、そんなに人間の倫理観っていうのは高くないと思うし、これからもっと悪くなると思う、その日本の倫理観っていうのは。あ、ちょっとね、もうだからいい、もうあれよ、大外刈りして抑え込む選手とか出てくるお前はやってはいけないことをやっているんだっていうそ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 う。ダメ、それからラグビータックルか松選手とかさ逆に称賛されるかもねそうそう、いやまあでもやっぱね、分かんないからね、本当になんかね、うん、武器持ってたりとかする可能性もあるから、あ、まあまあまあ、怖いとは思うんだけどね。そうそうそう、怖い選手もね、なんかさ、こう警備員の人からこうね、いやいや話せよみたいな、ああ、そんな手荒いことはすんなよとか言って、ああ、お外刈りみたいな油断させてこれすげえすげえ、この釣り手が効きすぎてるねそれ二度とやんなボソボソってこうやって 口で隠してボソボソボソってそうっていうのを選手がいてもいいと思うし、かっ、むしろその方がかっこいいまあ仕方するパターンとかあるよね。まあまあね。いやでも仕方、スマートに対応したいね。でも警備員どうにもできないね。もうさ、この前何の試合だったっけ忘れたけど、なんか優勝決まった時にめちゃくちゃなだれ込んだのもあったじゃない。はい、うん、もうさ、あの群衆になるとはっきり言って何か起こったら止められないじゃん。もうね、どうにもなんないね。うん、いやこれもう本当無理だと思う、止めるの。だからいざとなったら本当に策作るしかないんだろうね。まあだからサイスターの堀がね、全、いやそんな無法物の方にねアジャストして、なんかいろんなことを変えない、ちょっと下せないから、あの皆さん、いや僕らのこれを聞いてる人、乱入する人いないと思うけど、いないだろう、あの、うん、なんかちょっともうね、あんた空気読めてないよって感じを、みんなでその死んだ目をするとかいう感じにしましょうとにかくあの乱入した時に湧くのもちょっとなんか 変だと思うから、なんかスーンってする引くわはい、ということでね、あのパリ・サンジェルマン戦のお話でした。あのまあね、この後はねオリジナル10のね
ガンバがねやってくれると思うんで、あの期待してますから、あの3連勝で気持ちよく帰るなんてことはさせないでください。はい、でね、我が浦和はあの中南アジアリーグ敗因を続けるために7月30日川崎戦、ここにフォーカスしてやっていきましょう。はい、ということでね、あのさんざっぱらこのフレンドリーマッチじゃなんだって言っていく中で長谷部選手凱旋ということでね、埼玉シティカップフランクフルト戦が決定いたしました。まあ、世界の強豪チームと地元 J リーグチームが対戦する埼玉シティカップが今年11月に開催されます。埼玉市が21日発表したもので、浦和レッズがドイツブンデスリーガのフランクフルトと対戦で、この埼玉シティカップはサッカーの街埼玉を海外に発信しようということで2013年から行われておりまして、これまでマンチェスターユナイテッドやバルセロナ、世界の強豪チームを、招いてきました。で、一昨年ですね、2月以来の開催になり、今回12回目になります。で、元日本代表で浦和レッズに6年在籍した長谷部誠選手や日本の鎌田選手、フランクフルトが来日して対戦します。で、会場は埼玉、当然ですね、埼玉スタジアム2002で、7月16日午後7時半キックオフの予定です。チケットは埼玉市民優先、8月5日から24日まで販売され、一般販売は9月9日からとなっています。そしてね、埼玉シティカップの開催を受けて長谷部選手は浦和レッズの対戦が再スタで実現し嬉しく思います。埼玉市民の皆さん、11月に埼玉スタジアム2002でお会いしましょうとコメントしています。正直パリサンジェルマン戦よりこっちの方がたっきったっていうのはここだけの話というか、結構数のサポーターの方々が同じような反応をしていらっしゃったかと思います。長谷部選手、敵ですねこれさ、どう、うん、下手したら最後の凱旋になる可能性も、うん、いや、なんかこの引退した後欧州残っちゃって、うん、しばらく日本に帰って、いや、それはまあ、それはあるんじゃないかな、うん、ありえる。いや、なんかこれ見たときにそう考えちゃってちょっと悲しくなったっていうか、お別れを言いに来るかもしれない。いやいやいや、前向きな話じゃないか、うん、でもそれはだって、どう、もういずれにせよさ、選手生命っていうのは無限に長いわけじゃないから、うん、で今もねトップレベルでやれてるってこと自体が、まあ、むしろ奇跡なのであって、だから長谷部選手が次のステップに欧州でね指導者として成功するっていうところが実現すれば、それは誇らしいことなんじゃないか、キャベツ。いや、そうなんだけど、でもこれ長谷部選手移籍した時って移籍金残ってんのかね。いや、もう僕昔すぎて分かんないけど多分あの時代って無理じゃない、結構どうなのかな、うん、まあね、なんか巨額な移籍金を取るのは無理だろうな。なんかみんな細貝選手に冷たいけど、やっぱり長谷部選手には温かいんでしょうか。いや、そんなことない、みんな細貝選手にだって温かい気持ちはあるでしょ。あ、そう。いや、なんかそう、いや、みんなはあるかもしれないけど、うん、レッツのフロントのがなんか気に食わなそうな感じがするのは俺だけでしょうか。そういうこと。ごめん、その裏事情はよく分かんないけど、まあ今もね、あ、まあでもそっか、まあそうかもな、なんかあんのかな分かんないけど。え、でもこれさ、何、埼玉シティカップっていうのは、これはでも、うん、主催はレッツなの、埼玉市なの。埼玉市じゃない。おお、え、埼玉市がいい、ごめん、あの今日埼とかそういうところはちょっとはっきり言えない。埼玉市がもしかするとレッツとどこかっていうのに声をかけて話をまとめる動きをするのかね。いや、そこはちょっと代理人が噛むのかもしれないし、はっきり言えないけど、でもちゃんと予算組みされてるものだよね。じゃあ何、あの税金が入ってんのこれ、埼玉シティか、うん、入ってんじゃない。そうだよね、でも埼玉市の、そんなこと言えないけど確か、はい、でも埼玉市のそういうなんか、うん、文化、サッカーを、うん、っていう目的があるって言ってるから、うん、まあ、うん、サッカーの街ですな。そうよ、サッカーの街よ、うん、フランクフルトってとこがもうね、目の付けどころがもう埼玉です、はい、うん、素晴らしい、はい、なんか注目選手とか分かる、いやいやいや、これ俺全然分かんないんだけど、フランクフルト、正直はっきり言えない、うん、でもあれフェイエノルトとやったのも埼玉シティカップでしょそうだね、そうそうそう、うん、あの試合は俺は見に行ったのかな、なんか
いや行ってないかな、忘れちゃったけど、なんか今思うとね、わかんない、自分が年取ったからなのかもしれないけど、うん、なんか今こうやっぱりネットで調べられる時代だっていうのもすごく大きいんだけど、ね、もし今フェーノルトが来るとかってなったら、うん、どんな若手いるんだって先に考えて、あこいつこれこれ、ね、いやもう伸びるんじゃねえかとか、そういう目で見れると思うの、俺は。でもあの当時はそこまでやっぱサポーター、そのファン、サッカーファンの目はそこまでやっぱ追いついてなかった部分があるのかなって今になると思うんだよね。そうだし、あれだよね、そのこっちからフェイノルトに行くはあるけど、その逆はイメージできてなかったよね。ああ、なるほど。昔はね。なるほど。だけど今はそんなことないから、うん、やっぱそういうで、そのオランダリーグの立ち位置っていうのも当時と、うん、まあ、若干変わりつつあると思うから、あ、はいはい、やっぱそういう中で試合を見るっていうのも面白いかも、ね、うん、新しい素材なり何なりをこう付け出すっていう見方、うん、だみんながみんなそんな気持ち悪い いやいや埼玉市のさ男たちはもうそこまで見ないと、この J リーグの未来ってなんだみたいなこの埼玉シティカップをきっかけにそこまでいかないと、ちょっとごめんなさいね、言葉選ばず言います、ちょっとあのごめんなさい、みんながみんなそうだとちょっと気持ち悪いです弱い、やめとけ、気持ち悪いって言うなでも若干さ、なんか昔からサポーター、うん、ファンは見る目が超えてるみたいなニュースで見るとさ、ちょっとなんか、うん、うん、って思っちゃうんだけどさ、なんかそれってやっぱ関係ないんじゃないかなって、サッカーが好きだっていうのは強いかもしれないけど、うん、って思うところがちょっとあるんだよね。でもなんかこういう埼玉シティカップでその海外のクラブを知るって、うん、まあ、フランクフルトって言ったら、まあ正直やっぱね、トップのトップじゃないじゃない、パリ・サンジェルマンみたいな、ね、そういうところじゃないチームがどういう風な、ね、チーム構成してるのかなとか、ちょっと見てみたら面白いかなって思うところです。はい、ということで、まあ、こういう長谷部選手、待ってますんで、整えてください。はい、しっかり。はい、ということでね。はい、じゃあ続いてね、スタコメのコーナーです。ね、先週は期待していた選手で募集をかけさせていただきました。うん、皆さんも、ね、コメントいただき、本当にありがとうございます。ね、まずは近藤無線さんからのお便りです。いや、ね、先に私の感想言っちゃいますけど、いや、たくさん言いすぎ。でも気持ちは痛いほどわかります。近藤無線さんが、投稿していただいたのは、高原選手、サヌ選手、竹富選手、菊池選手、ナバート選手、岩滝選手、はいはい、俺たちの杉本の、1,2,3,4,5,6,7人ですね。で、正直ね、全員について喋りたい気持ちが湧いてきましたもう本当痛いほどわかる、このラインナップ。でもね、まあ、なんかある程度層別できると思うのよ、グルーピングがね。で、高原選手は期待値とのギャップが大きすぎたっていう意味 で全く点取ってはないわけじゃないじゃない、だから多少ちょっとなんだか期待値が高すぎたっていうのがあるのかもしれない。だってその前のさ、サヌ選手はね、いや高原その前のに、レッツ来る前の直前の試大会なんだったっけ、 ACL じゃないの、アジアカップかな、なんかさ、うん、えげつない活躍したよね、うん、まあドイツ大会もそうだけどな、まあ、ドイツ大会自体は活躍しないけど前は活躍したね。なんかいや、これちょっとに日本人選手の中でレベル違うぞって感じに見えたんだよね、俺なんか覚えてるんだけど、うん、レッツ来る直前の代表の試合で、はいはいはい、うんうん、そこからの高原選手ちょっと、いや、でやっぱりねあれだよね、高原選手が加入するって聞いたときに、俺もうさ、正直生きったよ当時。いやいや、高原も来ちゃうんだよね。まあ確かに、でも高原選手とかが来るのがなんか当たり前になってきたなっていうような感じもあったかも。いや、これがビッグクラブの風格よって思ってたのよ正直はいはい、わかる、ね、うん、ただしね、まあでもまあ期待値が高すぎたというだけだったのかなと思いました、うんうん、やっぱね、選手も年老いていくから、その辺でちょっとなんか、うん、噛み合わなかったのかなと思ってますけど、うん、まあね、
サンドの選手なんかは未知の才能に期待した。だからなんかこうちょっと時代があるよね。わかる、すごくわかる。高原選手とかでこのいやいやビッグクラブの風格よって思った後にこのサンヌ選手とかファイサル選手とかいやいやいや素材は見つけ出すもんでしょうみたいな。まだ生きてたねその時もね。そうそうそう。でもねあのシリーズ嫌いじゃないけどその未知のするみたいなやつ一つも成功しなかった。いや受け入れ体制できてなかったでしょ。まあね、うん、改めてね俺あの調べたんだよねファイサル選手今どうしてんのかなと思って。ああでも情報が出てこなくて、でもよくよく見るとこう契約の時の表情とか見るとなんか正直無だったね。無か、なんか不安が溢れ出るとかそういうんじゃなくて。ああいやでもなんか正直そのなんかやってやりますみたいな感じじゃないよね。ああスンって意味を持って、連れてこられましたみたいな。なんか困惑してたのかもしれない。ああはい、でね、まあ、あの菊池選手、武富選手なんか、まあ、正直使い方が最後まで分からなかった当時 の、うん、あのフォーメーションなり戦術の中でね、うん、だけどまだやれた気がしますよね武富選手なんか特に。だから俺正直これは悔しい、シンプルに、うん、でナバート選手はねもう怪我よ、うん、いや仕方ないと。で武富選手はね計算できる選手でこれからだった気がしましたけどね、うん、まあ、残念ですよね。本人の意向なら仕方ないですね。で杉本選手何でもこの息子さん何言ってんすか。まだ諦めてないです。ああ、はい、まだレンタルだもんね。そうなんです。っていう感じですね。だからちょっとすごいチョイス面白かったし、うん、こうやっぱなんかこう並べて考えるとちょっとウケるよね。なんかどんどん尻、はい、すぼみだよね。なんかおい尻すぼみって。いや違う俺たちの期待値ってものがだよ。なんかこう鍛えられて失敗を糧に鍛えられて。ああなるほどね。まあ確かにね、まあ確かに、うん、なんかプレイ見るまでは分かりませんよっていう雰囲気出てきたかもね。そうそうそう。まあなんかツイッターとかでやっぱり臨戦臨戦って言ってるけど、うん、なんかまあわかん、や見てみないと分かんないなっていう人結構いるかもね今ね、うん、そうだからもうなんかね穴にこもった動物のような感じよ振られてサポーターは。まだ活躍するまで分かんないから穴に隠れて活躍したらもうそっから出てきておお、いや知ってたみたいな俺たちの俺たちの臨戦。そうまあね、でもまあちょっとねトラウマがすごい刻まれてますよね皆さん。でね続いてね、あでその前にねちょっと近藤先生あの前のネタにもねまとめて反応いただいたんで本当にありがとうございます。自由研究の方で山田うどん手打ちセットっていうことでちょっと一回検討しますね、うん、もしかしたらその動画がお盆のどこかに上がるかもしれない、うん、はい、続いてねしんのすけんさんからお便りいただきました。ありがとうございます。期待していた選手というとだいぶ前ですが、森田選手を思い出しました。大学ナンバーワンフォワードと鳴り物入りで入団したけど結果が出ず移籍、他チームでディフェンスコンバートとかしながら活躍されたと記憶しています。でね正直ねラーメンっていうことしか私出てこないんですけどよくよくね改めてこの経歴を振り返ってみると浦和の後セレッソ大阪川崎フロンターレ大宮広島甲府群馬と渡り歩き1999年の大卒からプロスタートして2017年まで現役を続けたっていうことでもうもはや成功者ですよね、これ J リーグ大枠の J リーグの選手っていう捉え方をする、うん、でなんこうディフェンダーコンバートに関しては広島時代の契約更改時に自ら志願してディフェンスコンバートっていうことになったみたいなのでなんていうかすごいねその後の甲府での活躍とかもあるんで、うん、2017年までね現役を続けたっていうことはまあ本人のねこのなんだろう選択っていうところでここまで道を切り開いたってことだから拍手です。おめでとうございます。違うおめでとうございます森田選手でも確かにねそうフォワードからディフェンスっていやコンバートって夢あるよなでも自ら志願するってこともあるんだねそんなに自信があったのかな、ね、その振れ幅で自ら、ね、志願するってあんまになんかないんだけどサイドバックとかはねなんか結構フォワードからサイドバックって結構王道ルートで、うんうん
しかもサイズのあるタイプのフォワードで、だからね。そうそうそう。自ら志願って。いやー、これから先どうなのか分かんないけど、ちょっと浦和レッズ、ちょっとコンバートしてみようよ。いやー、やっぱすなんかコンバート会議しよう、コンバート会議。杉本健雄ボランチでしょ。ああ相談だったっけ。そんなだったっけ。いやもう俺それ俺教えるから、レッドクリフよ、レッドクリフ、はい、伊藤敦樹。ごめんなさい、僕の反応があれですまあね、いやまあサイズってね本当にあれだもんね、願っても得られないものだし、サイズがある選手で活躍できてないと、その欲しいけどサイズがない選手とか本当に腹立たしいだろうね。うん、まあどうでもいいですけど、はい、その件はね。ただまああの本当貴重なお話をもう昔思い出させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、はい、他にもね、マメゴンさんだったり、ディーナイトさん、ヒーローアンバサダーさん、ネルオさん、梅太郎さん、あのコメントありがとうございました。ありがとうございます。採用された方にはね、ちょっとねなんか考えた方がいいのかなって思い始めてきました。なんか座布団システム復活して投稿を採用された方、ちょっとあれだね、なんかちょっと考えないといけないかもね、キャベツ。まあ、あれかな、はい、俺の生写真とかでいいかな。いや、ポラロイド。アイドルか。グラビア。グラビア、強く風が吹いてほしい。強く風が吹いてほしい。あ、ふざけない。怒ってる。はい、ということでね。ちょっとね、年間 MVP な形になるかもしれないですけど、ちょっと考えさせてください。あのコメントどうだから、どしどしお送りください。いやでも気楽に送ってほしいな、でも俺はこう。あ、まあそうだね。うん、気負わず何でも、ね、うん、はい。そうそうそう。なんかね、もう完全にネタな感じでもいいんで、あの本当によろしくお願いします。はい。じゃあそんなところですね。はい。なんかありますか。え、ね、その次、はい、次はだから今週のお便りは、はい、あ、そうですね、今週のお便りは、皆様が好きなユニフォームを教えてくださいっていう思い出を添えて、うん、あの当時の彼女からもらいました、後に奥さんになる人からもらいました素敵、あのそんな感じ、父親から受け継いでずっと着ていますとかさ、どう、そんな感じで、うんうんうん、うちは絶対ありえないけどねはい、そう、あの家族に裏を応援する人が僕しかいない、非国民、はい、いや、そうですね。で、じゃあ続いていきますかね、はい、国立競技場のお話ですね、タイトルは国立×陸連って書いてるけど、うん、まあ、趣旨はすべての、競技に適切な専用競技場がベストじゃないですかって話です。そういうことで、これ読売新聞の7月23日の朝刊に出てたんですけども、現在アメリカオレゴンで行われている世界陸上、2025年に行われる同大会の開催地が国立競技場に決定したということで、オリンピック施設の負の遺産ということで、経営状況というか収支についてね、あの語っているあの記事が出ていました。で、この、まあ、国立競技場自体はね、オリンピックに合わせて新規で建設されて、当初よ2017年時点では球技専用になることが計画されてました、うん、ですが民間の声もあって、コンサートの設営時にトラックを残した方が便利という意見があったそうで、方針転換して現在の陸上トラックプラスピッチという形態が継続しています、うん、でこの国立競技場ですね、建設費1569億円と巨額なことでも話題でしたが、年間維持費は24億円で、20年は9億円の赤字だったというところが記事に、まあ、取り上げられていました。で、そもそもね、こういった大型施設はプロ野球以外で、黒字にすることは難しいですよ。で、オリンピックで建設された施設で有明アリーナ以外は全て赤字です。で、そんな中ね、政府は一回に運営権を売却して多角的な運営を認める方針とのことで、この陸上トラックのついてるこの競技場を、ね、の運営権を一回に売却するってことらしいんですけど、でここまではね、記事で触れられたことなんですよ。うん、見積もり甘くねえか、政府。これ買う、上着買うとこある？で、立地は最高なんだけどさ、間違いなく。でも、あの芝の状態とか見てもさ、なんかこう、もうもはやピッチいらなくねえか。ああ、逆に。
サッカーで使わないってこと、うん、ピッチいらないっていうのは。イエス。だってラグビーだってね、秩父宮とかあるし、いらないっちゃいらないんじゃない、うん、だからあれでしょ、コンサートやりたいんでしょ、うん、だから何でもできるよってところを、なんかそういうのを作りたいっていう人もがいるけど、結果的に最初は素晴らしいってなってるのはサッカー専用だからだよね、うん、そう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 。でね、まあ、そもそもね、この議論の根底にあるのは、黒字にする必要性があるのかってところだと思います。うん、で、だからそもそも黒字化する必要性あるのかって聞かれると、うん、正直、プロ野球以外は難しいと思ってるんで、うん、その赤字の規模だと思うんですよね。だから適切なサイズが必要なのであって、うん、6万だの7万だのっていうのが必ず必要かっていう、少し疑問。そのプロ野球以外はっていう、うん、プロ野球は大丈夫っていうのはやっぱり試合数、試合数だね、うん、まあ、試合数と集客か、うん、そう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 、うん、でだからね、まあ、適切な規模施設で観客選手たちにとって本当に幸せな環境は何なのかっていうふうにと考えさせられたんです、私は、うん、でね、今その世界陸上はやってるんですけど、世界陸上ってオレゴンのね、ヘイワードフィールドってとこなんですけど、うん、あれ陸上専用なんですよ、うん、で陸上競技って中にピッチがあると外側にこう幅跳びとかさ、いろんなこのものが存在するから、うん、そうだね、なんだろうな、トラックプラスアルファさらに外に空間が必要になって、うん、まあ、ぶっちゃけトラックも遠いんだよね、うん、だけどこのオレゴンの競技場ってピッチがないから中に、うん、中にいろんなものをこう配置できるから、うん、陸上トラックと観客席がものすごく近くにある。でこれ2万人規模なんだよね、うん、だから余計な空間がなくて客席が近くて臨場感があって、陸上にとってもこれはすごい素晴らしい環境だなと思ったんで、うん、で今までね、国体でこうスタジアムを作りますとかっていうところで全部ね2万人規模だったりして、陸上トラック付きのピッチがついてるねスタジアムが、まあ、各都道府県にどんどんできていたのが今だよ。熊谷なんかもそうだしさ、うん、だけどもうそういったものに規制するのはやめませんかっていう話、うん、まあ、でもサッカーもサッカーなのよ。でサッカーと陸上でまあ、あれよ、そんなに本質的には変わらなくて、うん、どっちも試合数というかこうイベントを増やすことはなかなか難しくて、お客さん入るのはサッカーなのかもしれないけど、プロジにスタジアムという巨大施設をプロジにするというのは難しいわけで、うん、だから必要なのは適切な規模の専用スタジアムだと私は思いました。だから陸連もそのいろんなこのトラックで専用競技場にしたいって言っているところ時に横やり言えないで、いやいや俺たちも専用が欲しいって言えばいいんじゃないのって思った、うん、既存のものを守るんじゃなくて新しいものを作る方に陸連の方も舵を切って、オレゴンの素晴らしいね専用スタジアムのようなものを目指しませんかっていう前向きな意見です私これ、うん、でそれを黒字にする必要性は考える必要があまりないと思う。ただしそれは規模が適正である場合に、うん、6万人の専用なものが欲しいんですって言ったらバカ野郎って感じになっちゃうけど万人規模とかでいいんだと思うんだけどね。だから駒沢とか回収して陸上専用にしちゃうとかさ、なんかそういう感じがいいと思うんだけど、なんかもう悲しいじゃん、その横浜国際だ東京スタジアムだっていう、なんかこう陸上トラック付きのねおってかいスタジアムがいくつもあって、うん、で結局メインで使ってるのはサッカーですとかなるとさ、うんって思いました。はい、まあでも本当にプロスポーツとかがこれから集客増やしていく、本当にサッカーの専用スタジアムでも5万6万って全試合入れるんだっていうのはね、やっぱり難しくなってくるんだと思うよ。そのやっぱりネットとかでねダゾーンで見るっていうのが簡単だから、うん、だから、うん、だから黒字にするってところはやっぱり、うん、あんまり考えないっていうか、やっぱりね、その国民のそういうの文化を豊かにするみたいな意味合いの方が強いと思うから、その、うん、そこを赤字にしても国民にとってプラスになるんですっていうのでもう終わりじゃないか、こういうのに関して言えば。うん、
ね、なんか別に全然使ってなくてもさ、ね、その世界大会とかじゃなくてもさ、うんね、高校の大会がこういうトラックでありますっていうだけでいいものだから、うんうんうん、だからあれだよね、聖地化できてないんだよね、国立は。とにかくあ、なるほど、何々の聖地みたいな。あでそれからするともういいんじゃない、サッカーで使わなくていいんじゃないって言っちゃうんだけどあでも一つね、なんか芝も一つね、でも思い出にあるのが、小学校とか中学校の時だけど、うん、なんかその駒場でなんかちょっと運動会じゃないんだけど、なんかね記録会がありますよとか、なんか 100m の記録会がありますよとか、だからそういうので金払って行った覚えがあるんだよね。でも子供心ながら、あの浦和レッズがやってるピッチでにのところ、同じところに入れるんだっていうだけで嬉しい時はあった、うん、何かにしろなんかイベントとか、イベントじゃないけどな、うん、なんか行った覚えでは何回かあるんだよね、うん、で毎回スタジアムで見ることしかなかったから、あの、はいはいはい、客席の方で見ることしかなかったから、なんかこう選手がこう、うん、あこの芝にで選手がサッカーをやるんだっていうだけで、ちょっとこうちょろちょろって芝触っちゃったりとかやってた気がする。ダメだよ。ダメって言う。ダメですか。ダメって言われてた気がするけど、なんかちょっとだけチッチッってやって、俺は広瀬治と同じところを触ったぞみたいな。そんなことやってた気がする。ね、だから、うん、ちょっとね、国体用のスタジアムっていくつもできてて、うん、栃木もね、新しいスタジアムは結局国体用で。ね、陸上トラックも地もついてるっていう感じだけど、なんかもうそういうのを基準したでしょって思っちゃう。だからとにかくちょっとスタジアムのあり方っていうのはもう少し考えた方がいいなし、結局そのこう無意味っていうか、こう争いが起こるわけよ、うん、いやいや J リーグだって客入ってねえし黒字になんねえだろう陸上からもね言われると思うのよ、うん、だけど結局そこはもうね、もはやね、もうこれもね、いろいろ言われるかもしれないですけど、ぶっちゃけて言うとプロ野球以外は多分全部どんぐりの背比べだと思います、そういう黒字うんぬん、うん、だからちょっと、まあ、サッカーもね、試合数こなせないし、芝を酷使できないっていう特性があるからさ、うん、てか、うん、ここはもうお互い手を取り合うしかないんじゃないですかって思っちゃったね。だし別にこれさ、税金で払ってさ、うん、やっててさ、うん、ね、うん、ってのはね、市民の収益に入ってくるわけじゃん、うん、一部だけかもしれないけど、うん、そこに関わるお金の流動ができるわけだし、うん、そういうふうに公共事業っていうのはね、ある程度やっぱ必要なものだっていうのもあるし、なんかそれをね、節約しろ節約しろっていうのもちょっと違うのかなっていうふうに俺は思うんだけど、うん、でね、なんかもう手のひらすいきなり返しちゃうけど、ぶっちゃけ国立行ったら国立、うん、ああ国立だって思うんだよね、うん、だからどれだけ誇りに思えるかだと思うけど、なるほど、とにかくそっか、うん、か負の遺産だって言われたらもう負の遺産としか捉えないよ、うん、でもまあまあまあね、だからちょっとその仙台のスタジアムとかあるんじゃない、陸上競技場、うん、ああいうのをもっとこう生かせばいいと思うんだけどね、うん、陸上の方も、陸上の方で、うん、使ってないでしょ、うちもらうわみたいな回収しちゃいますみたいな。でまあさっき言ったあのヘイワードフィールドはオレゴン大学所有で、オレゴン大学とナイキが回収費用出したみたいで、まあ一度のキャベツも見てみて、すごいから、確かになんかその収容人数のはそれほど多くないんだけど、その少なさを感じさせないんだよ、うん、いやーうまいからな、アメリカ人。なんかそういうのってもうさ、計画立ててさこんぐらいになりますよっていうのが出れたら、もういくらでも借金して作るからね、うん、もうね、なんか感覚、ビジネスに対する感覚が違うよね、まあ、とにかく、まあね、本当に争うのはやめましょう、うん、うん、不毛ですな、足の引っ張り合いはやめましょうよ。そうそう、何かにね、そうそう、何かに規制したいとかっていうのをやめましょう。まあまあ、それがないと実現しないのも事実なんですけど、うん、税金がないとスタジアムが作れない。でもそれはもう紛れもない事実。
はい、ということで、はい、じゃあ、まあ、以上国立の話でした、はい、で続いてね、衝撃の E1 選手権ですね。え、不人気代表ということで、平日×夜×鹿島ゴールリガールということで、なんと、ね、ザイオン選手が先発してついに A 代表デビューを果たした、E1 選手権ですね、香港戦で、これは7月19日の鹿島スタジアムで行われたわけですけども、正直ね、試合の内容よりも観客動員の方が話題になっています。平日より鹿島スタジアムということがあって、集まった観衆はなんと4980人、とかなり寂しい客入りでした。で、2017年に日本でこの同大会が行われているんですけど、際は2806人、17220人、36645人、ていうか、もう正直僕この数字自体がびっくりなんですけど、大幅に減少しています。で、海外組がいないとはいえ、ちょっと人気の方に陰りがっていうのが、まあ大方のね、マスコミ風情の、見解なんですけど、まあ正直個人的にはこれの人数っていうのは妥当だなと思っちゃうんですよね、うん、というか、まあ大会の意義すらも若干怪しくなってきていると思うのが、うん、私の感想なんですけど、うん、ちなみにトヨタスタジアムで行われた中国対韓国は214人です。はい、中国のアンダー23っていうのもあるので、ちょっと大会の意義を少し考え直す必要があるのかなと思います。ただザイオン選手 A 代表デビューおめでとうございます。そうね、うん、ですけど若干のミスがありましたね、はい、ただ相手とのレベル差がすごい大きかったので、あまり問題にはなりませんでしたが、ちょっとずつ一歩ずつザイオン選手、うん、掴んでください、うん、ワールドカップ出場を。正直ね、はい、今はね、その谷選手、大迫選手と、うん、まあ、ザイオン選手、ちょっとやっぱりリーグで出れてないのがあるから、微妙だけど、うん、もうこの3人のうち1人は多分ワールドカップのメンバーに入るんだろうなって思うから、そうだね、うん、まあ、それはもう実力とかじゃなくて、その多分サッカー協会 の、 その意向っていうか、うん、まあ、みんなで、上の人がみんなで考えて、やっぱ長期的なプランとかもあって、そうするんだと思うんだよね。これあれだな、3人全員使うんだろうな、きっと。まあ、そう、で、本命は韓国戦に出るんだろうな。それでもうはっきりしちゃうな。ああ、なるほどね。そうすると、うん、なんか、香港戦に出場したの、ちょっと僕嫌です。なっちゃう、うん。出れないよりいいけどっていう話かな。そうそう。でも、そもそも、この E1?E1、E1 っていうのは E1 グランプリじゃない。なんていうんだっけ、E1 選手権、選手権東アジア選手権、 E1 グランプリなんかね、今 M1 とかあるから、ね、それに引っ張られちゃうけど、これは国際 A マッチ的なものではないんでしょう、うん、今だってその期間じゃないし、ね、フレンドリーマッチみたいな、うん、インターナショナルフレンドリーみたいな期間で、ね、うんうん、その中で行われてるから違うんだよね。で、AFC の管轄でもないよね、多分ね、なんかね、東アジア、そうそう、うん、見たんだよね、その FIFA からさ、こう下にどんどん来てる組織票みたいなのがあってさ、東アジアのサッカー連盟協会っていうのは独立してあるんだよね、うんうん、だからその存在意義っていうのは、まあそもそもちょっと下っていうか、他の代表とはの試合とは違うのはある、うん、でも存在意義っていうのは多分だから、その東アジアの協会同士とかの関わりとか、そういうものなんだろうなって思ってるんだけど、うん、まあね、そのそりゃそうね、香港だの台湾だの皆さん参戦されてるこの辺りのチームからすると、一応なまあ立場と得られるものの違いっていうのはあるな、うん、まあ、だからその、まあ、この大会自体の意義っていうのはまた別だと思うんだよな、なんとなく。その集客っていうのは、でもこの平日夜鹿島っていうので、そもそも多分入らないっていうのは考えてたんじゃないか、うんうん、そうね。ただね、ちょっとパリ・サンジェルマンであれの企画入ってると、なんかこんなことも言われちゃうよなと、うん、いやでもよ、まあ、5000人俺多いと思ったけどな。ああ、なるほどね。まあ、これで大会のこの相手で5000人で十分じゃん。代表っていうの5000人が予想できるんだったら、なんか別のスタジアムでやればと思って。ああ、なるほど。
うん、まあそれもそうだね。でも代表っていうのの人気があるっていうのはそもそもやっぱ日本人の中で一番上手い人たちが出てるっていうブランドだよね、うん、日本代表っていうのは、うん、それにプラスで最近はやっぱ海外でプレーしてる選手が多いから、そういう人たちのプレーが、レベルの高いプレーがまあ国内で見れるっていう集客もあるよね。だからそれが両方とも当てはまらないんでねっていうのも、だから国内組だから、まあ、J リーグで彼らのプレーは見れるっていうところもあるよね。だからまあそのお客入りってどこっていう話じゃないと思うし、ああ、うん、それは、ね、熱が大事でってことかな、うん、そのそうそう、ね、客入りっていうよりも、うん、注目度っていうか、そのスタジアムに入る人数っていうのはやっぱり難しいところがあるけど、みんなが見てる感覚っていうところがやっぱりちょっと怖さはあるよね、うん、でも本当に離れていってしまうんじゃないかって、うん、まあ、あの日曜日、まあ、今日ね試合あるし、あ、収録日曜日にやってるんですけど、うん、あの今日試合あって、まあ、韓国戦がねやっぱ一番あの結局のところ盛り上がるだろう。ここでちょっと、まあ、現状のね人気云々を測るんだったらそこかなと思う、うん、ザイオン選手ね韓国戦の方に出てほしいかなできればまだ何があるか分からない。皆さんお願いします。何があるか森谷さん本当お願いしますということでね、あの、うん、ザイオン選手おめでとうございました、うん、まだまだ見ていこうと思いますし、あの戻ってから大いに歓迎していただければ。ちょっとねあの同時に出場した選手たちのあのプテンみたいなさんのちょっと、ね、身内したりね試合中にねっていうところをちょっとねあの極めてください。はい、ということで、最後、クイズ俺たちの長谷部誠、はい、答えは ABCD キャベツどれ、はい、C ん C 今選択肢変えなかったあなた C って言った。 C あ、ごめんなさい、 C の東京学芸大ですね。はい、ベベー、違うか、答えは D の青山学院大学でした。マジか。そうでね、これ意外で、あの青くはね長谷部選手が多分高校2年時は2部だった。で、あの監督もね、なぜ2部を希望してんのか疑問だったって言ってる、うん、で、遊びたかったのかな母笑いみたいな風にあの記事で書かれてたよ確かに理由が分かんない。当時ね結構あのチャラかったそうで、まあ、裏の序盤もなんか若干その気はあったじゃん。なんかまあ言われてみればそうだからなんかそういうなんか何かあのあれだね、大学生活に希望を持ってたんだね。でもみんな高校3年生なんてみんなそうだよね。そうだね、まあそうね、一人暮らしできるとかね。そうでもやっぱりねみんなね学芸大とか筑波大とか選ぶんじゃないかって思ったっしょ。いや、うん、どっちかだと思う、 B か C かなって思ってたけどでもそっか、そう確かに。でもな、なんかこうとなんか代表でやっぱりねキャプテンでっていうので、うん、やっぱ注目されるけど、レッツにいるときそういう感じじゃなかったもんね。だからそこを考えると確かに学芸大か筑波大じゃないのかもしれないっていうふうに考えなきゃいけなかったかな。そう、何反省しすぎ反省しすぎここは A の G エンドオブラブカレッジを選ぶべきだったんじゃないのキャベシ。意味が分かんないし、このなんでオブだけ縦になってるのかもよく分からない。いや、これはあのソフトの都合上ですオブが縦なのはソフトの都合上いや、これはあれよ、 T シャツよ。長谷部選手といったらこの T シャツじゃん。ああ、覚えてないかも。ああ、なんか、あ、じゃあ、あの当時の方、まあ、今幸せなんであれなんで、その当時幸せという方がいて、その帰国した時に着てた T シャツにこの文字が書いてあったの。なるほど、ね、当時すごくいじられてた、はいはいはい、女子アナの方ですかっていう
あ、そう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 、ありましたね。そうっていうのがあって入れたんですけど、うん、まあ引っ掛けですね、引っ掛けですらなってないけど、はい、ということでね、青学期待するんですけど、まあ、あの引退してからでもね、長谷部さん行けますんで、あのよね、吉尾の後輩になってくださいよ、じゃあ。そうなるか、確かにそうなるか。そうなります。何歳でも大学は行けますから、ね、うん、はい。ちょっとあの憧れがあったのであれば、ぜひぜひという感じですかね。はい。ということで以上がコンテンツのすべてです。キャベツさん、なんか最後に言い残したことありますか？そうね、なんかこの E1 の日程とか、うん、なんかルヴァンも入ってくるし、その後 ACL もあるし、なかなかなんか日程が分かりにくくて、うん、混乱してるんですけど、まあ、夏休みあったりお盆があったり、はい、まあ、まずサッカー あのカレンダーを最初、ね、まず確認してしっかり計画立てていきましょう、うん、皆様。そうですね、はい、うん、なんかね、なかなかの天気も不安定だったり、うん、いろんなね、こう社会の情勢の変化とかもいろいろあるし、行動もね、このちょっと皆さんは本当に体調には気をつけていただいて、このコンテンツをね楽しめるのは体調が良くないと楽しめませんので、ぜひぜひベストなコンディションを維持してください。はい、ということで皆様、ぜひぜひチャンネル登録、高評価の方お願いいたします。お願いします。それではさようなら。さようなら。